えー、いい加減な記事を書いておきながらその説明責任からは逃げるということでしょうかいい加減な記事と申しあではどの点か指摘します先ほどの地方自治法に照らし議会軽視としたというのが議会の主張ですが議会はコンプラ違反法令違反があったという主張だったでしょうかどのように中国新聞は認識してこの記事を書かれたんでしょうか個別の記事について説明するつもりはありませんし記事自体は正しいものと思っております 中国新聞は正確な認識も持たずしてこの記事を書いたということでよろしいでしょうかしっかりとした取材と認識を持って書いたということで,ではお答えください議会のあおそらく次長の方でいらっしゃれば知らないんだと思いますなので担当記者当日は欠席をされていたんですがライブ中継は主張されていたと,とおっしゃいますし、えー、取材した方とも情報は共有したということだったので担当の恵比寿記者 この点で議会はどのように主張していたか、もう一度改めてお伺いします。エビスが答える必要はありません。あの保護者の方同伴で来るのは結構なんですが。担当の責任ある支局長ですよね。にお伺いしています。横やりを入れないでいただきますか。長くないですか。もうやめませんか。ではお答えください。答えられないんですね。じゃ。答える必要がない。 あの次長は認識がないと思いますのであえてお伺いしていません認識があるであろう担当記者議会はこの政治家はどのように主張していたかと聞いているんです恵比寿が答える必要はありませんお父さんにあなたは今日黙ってなさいって言われたんですか失礼な言い方はしないでくださいではこちらの質問に責任を持って答えてください 保護者の方ででも結構ですここは私どもメディアが、えー、記事について説明する場ではありませんし、答える必はありま、はい、市が市長が見解を述べる場ですので、その見解に必要な情報を今、確認をしていますどうぞご自由に見解を述べてください。我々はこれ以上答える必要はありません。では中国新聞は、断定します今得られる情報で、中国新聞は正確な認識を持たずして、このような軽薄な記事を書いたと断定をしました。あ、黙っててください。 どのような点かといえば、改めて皆さんにお伝えしますが、この会派は法令違反があったと、コンプライ違反があったと、みんなそう思っていると質疑の中で答弁をしています。なぜそれを触れないのか、理解に苦しみます。なぜならば、この問責をする非常に大きい判断です。その根拠の中に執行部、市長が法令違反をしたとまで言っているんです。 なぜそれを載せないのか。なぜ私がこのような見解を述べるかといえば、その後にです。これは、えー、囲みの取材で私が答えたものを切り抜きで書いています。そこまで問題視するなら、問責じゃなくて、不信任を可決すべきだと、市長が言ったと、議会を批判したとあるんですね。ありますよね。なぜ私がそのように言ったかといえば、 そこまでというのは、コンプラ違反、法令違反だと言うんであれば、当然、問責で済むわけがないだろうと。不信任を出すべきだと、そのように答えています。よろしいですか、中国新聞。ここまでの認識を、おそらく次長はお持ちでなかったんじゃないかなと思うんですが、問責うんぬんの話では済まないんです。法令違反、コンプラの問題を議会はここで指摘しておきながら、 それをメディアが、新聞社が報じない、由々しき事態だと、市は思います。これがまず1点目です。で、その中にあるんですが、え、これはよくわからない描写なんですが、え、これまでも、問責決議を探る動きがあったと。で、今回、えー、市の重要施策であれば、なおさら、全体計画を示した上で、予算化の可否を議会に図るべきだとし、看過できないと判断した。 ので、問責決議とあるんですが、一番最初に中国新聞え、リード文で書いてらっしゃいますが、問責決議に法的拘束力はありませんので、意味がありません。この議会の主張は意味がない。そのあたりが見えなくなっています。もっともらしい主張に見えますが、意味がないというのが実態です。その上で、念のためお伺いしてみますが、その下ですね、 これはエビス記者の署名入りで書いてあります。この点について私は取材にも来てないのに、取材というのは囲みのところです。一対一で質疑応答する機会があったんです。そこにこずして分かった風にこの批判をされているので、私に対する批判をですね、されているので、これが肩払いたいと断じました。どこかといえばここです。一連の議会判断を直視し、 関係者との合意形成や調整を図る責務があると書いてあります。関係者とは誰でしょうか。中国新聞が言う関係者とはどなたですか。ご質問なさってますか。はい。お答えするつもりはありません。記事に書いてあるのがすべてでありますえ。記事に書いてないから聞いてるんです。関係者とは誰ですか。記事に書いてないことを答える必要はないと思います。 関係者とは誰かを特定せずして意味が不明なここ最後の一文ですがこれで締めくくっているというのが中国新聞の実態ということでよろしいですね市長何を怯えてらっしゃるんですか私が何に怯えてらっしゃるんですか何何を指しておっしゃってますかな,なんで市長の土俵にマスコミを無理やり引き上げてですねそこで議論させようとしてるんですか何か怖いことある私の土俵か中国新聞の土俵かその 以外のの誰かなのかな私は分かりませんが公で主義主張するというのはこれは当たり前の所作だと思います中国新聞も故に毎日新聞を発行されているんだと思いますその過程では取材をされるはずですで説明をしない政治家に対しては問い詰めるはずですですので私もよくわからない主張がされているのでそれを今確認をしています 関係者とは誰を指して言った言葉でしょうかお答えするつもりはありません。では、記事から読み取れる範囲で私が断定しますえ。ここに出てくる登場人物からして、市議会です。市議会議員です。が、市議会議員との合意形成や調整とは何ぞやです。何でしょうか議会との合意形成というのは議会以外に何かあるんでしょうか 何を指ししていらっしゃいますか根回しなどというものをイメージしてらっしゃるんでしょうか記事に書いてあること以外は特に答える必要がないと思ってますこれも答えられないんですね答える必要がないと思っますあの答える必要がないというのは私が判断する問題です私が問うてますので市が県会会会話でしょ市がを述べる際に じゃあ他のメディアの方に伺ってみるんですが取材をしたとき答えを得る必要はないとを言い続ける対象者どのように評価するんでしょうか一般的に説明責任から逃げていると皆さん断罪されるんじゃないでしょうかですよね中国新聞これ中国新聞に聞いている質問ですか他のメディアの方に聞いてるんですか中国新聞では聞いてみましょうかいつもそのようにおっしゃってますよね我々は 記事を書いて、それを掲載するということを基本的ななりわいとしているものでありますので、記事に書いてない取材の裏側であるとかですね、それについてどう考えたとかですね、そんなことを説明することはして、するつもりはありませんし、すべきではないと思ってます。ななぜすべきじゃないんでしょうかお今言った通りです。 なので,な,でなぜすべきじゃないんでしょうか、な,なぜならば記事がすべてで、その背景にあること等を、えー、一つ一つ、えー、問われても、それをすべて説明することは不可能でありますし、それは必要ないことだと思ってます、えー、じゃあ、今、河合事件の続きで、検察がうんぬんやってますがあの、取材されないんですね、そこに出てきた、発表された事実がすべてで、それで紙面を作って終わりになりますか。 こんなこと全然言ってないですけどね取材をした上で掲載すべき内容を掲載しているということでその裏側にあることを一つ一つ説明する必要はないと言ってるだけです私が今通っていますいわゆる取材に当たるものです立場を入れ替えてみれば自身の見解を主張するために必要な情報を得ようとしていますでそれは 一般人、個人でそれをやれと言ってるわけではなくて、メディア、新聞社であるがゆえに問うているんです。ある種の権力を持っています、メディアというのは。異論はないと思いますが。そうですね。はい。権力を持っているものに対して、その権力の公主の正当性を問うというのは当たり前なんじゃないですか違いますか全く理解できません。じゃあ、 メディアは自身の正当性をあ、中国新聞は自身の正当性を理解せずして、あの新聞を毎日発行されているということなんです正当性は、えー、間違いないと思っておりますし、自信を持って掲載すべきことを掲載しているだけでありますでは、今、竹川次長がおっしゃったのは、いわゆるダブルスタンダードに当たりますが、その認識はお持ちでしょうか思ってませんあの。理解をされた方がいいと思います。 これは、全メディアであり、YouTube に公開もされますが、今明らかなダブルスタンダードで中国新聞社は自身のスタンスを語られました。非常に危うい有識事態だと思います。それは、いわゆる権力の私物化。それに当たる行為です。自分やっていいけど相手はやっちゃいけない。そんな子供じみた論理を振りかざさないでください。意味軸も、地元紙、 この中国地方で情報発信を担っているのであればその力の大きさをまず自覚すべきですしその責任はしっかりと果たすべきです何かか。ご見解がありますか責任はしっかりと自覚しておりますしその役割を果たすべく日々新聞記事を掲載しておりますではその責任のもとにおいてお伺いしますがこちらの記事である関係者のところの合意形成とは 何を指すんでしょうか私は分かりませんので教えてください。なぜならば、ここにですね、エビス記者が名前入りで市長に対して批判をされているわけです。責務があると。ただ、私は批判をされても、このような抽象的な書きぶりでは、私が何をどうすればいいのか分かりません。分からない批判は意味がありませんので、それでは申し訳ないと思い、今この場で、 改めて中国新聞に対して問うています一体関係者とは誰でしょうか恵比寿さん教えてください恵比寿さん答える必要がありますよ今恵比寿さん答えようとして隣から話しかけられましたよねなぜそれを遮るんでしょうか答える必要がないと私が判断したからで,すでは恵比寿さんのこの署名入りの記事は無効になるという捉え方でよろしいでしょうか私はこう書かれても 責務の果たしようがないと意味がわからないので困っていると申し上げているんですこれが具体的に何かを教えてくださいでなければこの記事は意味をなしません記事に書いてあることが全てでそれをがしゃべろうとされていんですが もうちょっとこの話をですね、あのちょっとずっと一応わかるんですよそのあの、この記事に対してどうこうという不満があるというのはもう、ね、分かるんですけど、これ記者会見の場ですから、ね、そこはちょっともうちょっと理解された方がいいんじゃないかなと思います、それと関係者とのというのはですね、議会でありですね、 まあ無印側もそうですね、良品計画もそうですね、であとセクの方もそうですね、いろんなところとを合意形成を分かって調整をする、これは首長として当然のことだと思います、結果としてです、ね、実現できてないわけですよね。ね市民モニターで後で市民があの、ね、必要だっていうふうに言ってるというふうに、まあ、おっしゃるんでしょうけども、えー、それはトップの責任なんじゃないんでしょうか、それは誰も根回しをしろなんて言ってませんよ、合意形成や調整をしっかりと図って、 説明を果たしながらですねやっていくっていうのがそれがトップの役割じゃないんですか使命じゃないんですかそれが違うっていうんだったら言ってくださいはいというのが記者の見解でよろしいですか次長。今の中国新聞社としてお認めになりますかなりませんか撤回さますか認めるという内容でなくごく当たり前のこと言ったというでは今の記者の発明は有効ということでよろしいですか堅くなに答えさせないようにしていらっしゃいましたが 今の記者の発言は認められますね。喋ったことの内容に問題はないと思います。はい。では、認められるということで、記者が思うところがあるんであれば、当然、主張されてください。で、今の話でいけば、関係者では、議会の他に、良品計画、あと、三席というのが出ました。えー、後ろ二つについては、調整済みです。で、今回、どこで止まったかといえば、議会です。それ以外では止まっていません。よろしいでしょうか これが事実です。先ほど事実の積み上げと、えー、実証がおっしゃいましたが、事実として、どこで止まったかといえば、議決です。それ以外では止まっていません。よろしいですか、あのー、あの、正しく、えー、話を認識し、えー、記事にしていただきたいと思います。正しくし、その上で、あの、今発言求めてませんので、黙って言ってください。よろしいですかその上で、議会との合意形成、調整とおっしゃいますが、 適宜適切に情報を提供し、当然審議にも応じています。説明もしています。これ以上、どのような合意形成、調整が存在するとおっしゃるんでしょうか。市長がお考えください。批判だけするしてえ、するだけして、あとはあなたが考えなさいというのは、言いがかりに近いと思います。 どこがどのように問題であるか、具体的に根拠を持って批判せれば、それは単なる誹謗中傷です。社会の講義として、非常に恥ずかしい内容だと思いますので、以後、慎まれるべきだと思います。